開脚前屈のポーズです。両足を体の前に伸ばして座り、背筋を伸ばしましょう。鼻から気持ちよく息を吸って、吐く息は赤ちゃんの方へ。体の中心を意識していきましょう。では足を無理のないところまで開きます。この時に膝が曲がらないように、無理をしなくて結構ですので、座骨をしっかりとマットにつけて、膝が伸びるところを探してください。つま先は天井、かかとを突き出し、アキレス腱からももの内側、足の付け根、腰回りをよく伸ばします。一度息を吸って背筋を伸ばしましょう。それではゆっくりと手のひらを前について、息を吐きながら少しずつ少しずつ無理のない範囲で手を前に伸ばしていきましょう。呼吸が楽にできて、辛くないところまでで結構です。膝が曲がらないところまで体を倒して呼吸を続けます。ももの内側から外側、お尻や腰にかけてよく伸ばして、腰や背中の痛みを軽減し、足のつりや静脈瘤を予防していきます。分娩単位の練習にもなりますので、無理なく楽な呼吸で行いましょう。息を吐き切ったら、吸いながら少しずつ手のひらをご自分の方に引き寄せ、体を起こしていきます。息を吐いてリラックス。手はお尻の後ろへ、もう一度背筋を伸ばしましょう。ではゆっくりと足を揃え、元の姿勢に戻ります。